あのすいません、この人数にお敵に回すと大変なことですか。やっぱこうやって、なんですか、今横浜来てこんだけもうやっぱみんなが集まってくれてなんか嬉しかったし、今もやっぱ嬉しいし、ちょっと緊張してるんですけど、やっぱ横浜いいなって思ってます。ありがとうございます。では久保さんの緊張を解いてあげてください。1000円送って。あ、なんだ、なんだ、僕の振り方が悪かったです、ごめんなさい。ところで久保さんといえば先日のワールドカップ、予選の際に矢部知 FC にご出演されましたね。はい、元同僚でもある栗原選手の活躍を見事的中されたということで、はい、F マリノスのファン、サポーターの皆さんも Twitter や Facebook などで盛り上がっていました。あの時当てる自信は正直あったんですか。そう、やっぱ前の試合で怪我して誰かクリがこう出てきた時にもういい顔してたから、そうですね、その印象でもういい顔ですね。そうですね、いい顔だったから、まあ、今日もそうですね、はい、楽しみにしてます。はい、わかりました。さあ、それではですね、実は今日もですね、フリップご用意いたしましたので、今日の試合の予想スコア、見どころ、注目選手と予想していただきたいと思います。じゃあ、ちょっと直接書くような感じになっちゃいますけども、はい、真剣にいいですよ。はい、まず本日の予想スコア、はい、はい、それでは本日の予想スコアは3-1で、3-1、勝利ということでございます。はい、じゃあ続きましてめくっていただきたいと思います。見どころ、はい、はい、見どころ、マルキーニョスとクリちゃん。あ、ここはクリちゃんだけじゃなかったですね。そうですね、そうですね、はい、はい、はい、寡黙な方でございます。それでは続きまして注目選手、なんかもう今書いちゃってる気がしますけどね。はい、はい、あ、注目選手割愛しました今。勝手に。はい、ということで、あ、じゃあよろしいですか。はい、じゃあちょっとスタッフに渡していただきます。